皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は気になる男性には言ってはいけないことというお話をしていきたいと思います。これは結構な女性に心当たりがあるのではないでしょうか。皆さんもきっと旦那さんや彼に、あ、それ言ったことあるかもと思うかもしれません。これを知っておかないと女性は無意識に男性にそれを言ってしまうかもしれませんね。そして男性はそれを聞いてがっかりします。なので今日はそんな男性には言ってはいけないことについてお話ししていきます。このチャンネルではスピリチュアルや男性心理の視点から女性の皆さんが恋愛で幸せになれるようなお話をさせていただいております。なので恋愛でお悩みを解消したい方や恋愛で彼と幸せになりたいと思う方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。さて話を戻します。男性に言ってはいけないこと、それがどんなことかというと、例えば男性が頑張って仕事ばかりやっているとき、なんでそんな仕事ばかりしてるの、すでに稼いでるんだからそんなにやらなくてもいいんじゃないの、とか男性が筋トレばかりやってるとき、なんでそんなに筋トレしてるの、すでにいい体なんだからそんなにやらなくてもいいんじゃないの、とか、このようなことを言ったことはないですか。これはあまり良くないですね。何がダメなのかというと、まず男性の頑張る基準と女性の頑張る基準はかなりズレがあるということです。要は理想の基準ですね。女性はもうここで十分じゃないのと思うところがあるかもしれませんが、多くの男性は変なところで上を上を目指すわけです。じゃあ男性はどうしてほしいのかというと、自分がしている努力を認めてほしかったり褒めてほしいわけです。自分を理解してもらえて承認が欲しいんですね。この承認が欲しくて男性は実際にそういう努力をするのです。そして頑張っていることを女性に告げたりするのですね。でもそれを聞いて女性はそんなにやらなくてもいいんじゃないというわけです。女性はなんでこれを言っちゃうのかというと、場合によりますがそんなに無理してほしくないという心配からかもしれません。そこは女性の優しさかもしれませんね。ただ男性はそんなことを言ってほしいわけじゃないんですよね。とにかく承認してほしいんです。そして褒めてほしいわけです。じゃあどういう対応がいいかというと、例えば仕事をむちゃくちゃ頑張っている人なら、すごいね、私も見習わなきゃ、このように言うといいわけです。このようにすると彼の行動や意識を褒めていることにつながります。これによって彼は仕事についてどんどん話すかもしれません。共感してくれたと感じるのです。自分が興味のあるものをこの人は承認してくれたんだと心が開くからです。これが男性にとっては価値があるんです。要するに男性は自分を肯定してほしいんですよ。とにかく肯定されて努力が報われ自分をすごいと思いたいんです。だから否定するのはあまり良くないんですね。男性がしている努力に対してもうしなくていいんじゃないというのは否定されたと思ってしまうからです。結局は肯定から関わることなんです。そのあたりは相手の気持ちに対する気遣いかもしれません。だからこそこれからは相手の努力を見てそこを拾ってあげ、肯定から関わってあげるようにしてみてください。要するにこのように相手の望むものを提供してあげられると男性に大切にされるということです。ぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。 LINE を登録していただきますと宇宙の法則と男性心理を使い、素敵な彼との出会いと彼との結婚を引き寄せるための3つの秘訣セミナーの音声動画をプレゼントさせていただきます。心のブロックを解除したい方は21日間心のブロックを解除する無料プログラムを配信しております。動画下の説明欄よりご登録ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたの幸せを心よりお祈りしております。